ブランニューバンドストーリーを開催することが決定しました。ドキュメンタリーを泣かせる中にも、まあ、ちょっとクスッと笑えるようなエンタメ性みたいなところって本当うちとワークでしかできない部分っていうか、遊ぶときは遊んで真剣にやるときは真剣にやってっていうところだと思うんで、そのメリハリをとにかくつけてやれるんじゃないかなというふうに思っております。とにかく僕をがもう中学生になった気持ちで心を動かしてくれたバンドと一緒にお仕事がしたいなというふうには、本当初期衝動みたいなところの出会いって一番こう大事なのかなと思うんで、その人間模様だったりとか内面的な部分もちゃんと見据えてしっかりこうお互い知った上で、いいバンドを探していけたらなと思うんで、そこが審査基準になるかなと思ってます。なんと今回はですね113組、調子ですね。僕はもう完全に、はい、メジャー感めちゃめちゃあるなっていう最初の印象で、バンドをやる理由みたいなものがムンムンと、バンドのアンサンブル的には引き算が思い切ってすごい、多分アッツアツになっちゃうところをこう、うまくバンドにバランスとって消化してる、ワックっぽいバンドだな。ということでですね、早速113組これから一つずつ見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、愛して数だけ花束を贈ろう、待ち合わせた駐車場、エリハというバンドですね。ギターの彼、多分ハーフなのかな。なんかね、すごい存在感があってね、かっこいいなと思って。なんか大正解っていう曲が確かあって、はい、なんかね、大正解っていうなんか言葉の選び方とかが面白くて。印象全然違いますね。全然別物なんですけど、なんか逆にボーカルの子もさっきと印象全然違いますね。一発目これ見たかったっすね。こっちだったらファーストインプレッションでこれ見たら、音もバンド感も着てる服も全部下北沢の中でものすごい安定感があるもので、はい、構成されてる感じがあって、だから古着のコーディネートですね。はい、下北沢か。このプロジェクトで磨けるのか磨けないのかっていうところに、うん、そこまでかかってんじゃないのかなと思いましたけど、うんうん、一回ジャージ着せてみるといいかジャージ好きだよね。ジャージで苦労してそうだもんね。ジャージがすごく。でもなんか演奏がとてもうまいバンドって、うん、そのうまいんだけどやっていく理由みたいなものが、ま、そのデビューが早くないとどん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 積み重なっていって、でそれをちゃんと出していくのと、それがやっぱり恥ずかしいからそれを覆い隠すっていうために、音感と発語感に徹底的にこだわる、さっきの曲みたいなのと、この両方ハイブリッドでちゃんと出していくっていうチーム割と多いですよね。そうですね。ライブ審査に見たら絶対盛り上がる。そうですね。多分このバンド多分ライブ絶対いいですね。いいですね。ライブ30分ライブバンドなんですかね。飽きずに見れそうなタイプ。このバンド 4,5 年前ぐらいなんですけど、結構下北沢で、はい、小箱系のライブハウスになって、はい、よく名前見ました。そうですよね、ライブは見てみたいなとは思いますよね、あとなんかキャラクターも気になるんで話してもみたいなっていうところの印象ありましたね。